モスラの小美人小美人は、日本の空想小説、発光妖精とモスラを呼び、それを原作とした特撮映画、モスラにて登場する架空の妖精。その後の平成、モスラ、ゴジラシリーズなどにも登場している。1992年のゴジラ VS モスラでは、コスモス、平成モスラシリーズでは、エリアスという種族名が付けられている。映画の公開順に挙げる。 上記のほかパチンコ、CR ゴジラ3.4にも登場している。インファント島の創生神話によると神ガアジマと女神アジゴの間にモスラが生まれ、その卵に自らを4つに分けて捧げた、アジゴから4人のアイレナが生まれた。アイレナの背丈は人間の半分もないと伝えられ、光り輝くため、タイトルの発光妖精の由来となった。 大筋は映画化されたモスラと同じだが、ラストでモスラの復元に乗ってアンドロメダ星雲の彼方の半世界へ旅立つ。この小説のアイレナの発行やモスラの国会議事堂でのうか、モスラの宇宙への旅立ちといった描写はゴジラ VS、モスラの参考にされている。インファント島に人間が誕生する以前の時代から住んでいる。 身長約30センチメートルの双子の妖精。巨大なが、モスラを守護神として崇め、巫女として使えている。小美人は、新聞記者の福田善一郎が、若い女はみんな美人だから名付けたもの。人間には、金属音のように聞こえる言葉を母語として話す。モスラの歌などは、インファント、島原住民の言葉である。テレパシーで日本語を習得するほか、 モスラ、ゴジラ、ラドンなど、怪獣や人間の意志が分かり、モスラを呼び寄せることができる。このテレパシーは遮断装置で遮ることができる。最初はネルソンに拉致されて、見せ物にされるが、ある程度は馴染んだようでありその後もテレビ番組に出演したり国会で答弁したりする。余地については、高度ではないものの片鱗はあるようだ。43年前に、 中条新一ら人間の前に現れた、小美人の同族。それぞれに、名前があり、右に腕輪をしているのがヒヨで、左に腕輪をしているのがマナ。二人が共に念じることにより、プラモデル程度の物体を浮遊させる念力を使うことができる。かつて小美人を救った新一を信用し、気流を破棄するよう国に来た。その見返りとして、ゴジラとはモスラが戦うことを約束する。 インファント島に住むモスラの小美人。外岸のミイラを調査するオザキたちの前に姿を表し、12000年前の外岸襲来を教え、X 星人の血を受け継ぐオザキに、インファント島のお守りを渡す。平成ゴジラ VS シリーズに登場。かつて太古の時代に地球を支配していた、先住民族の生き残りである、身長18センチほどの二人の小美人。 コスモスという名詞は、この二人だけでなく、太古の時代に地球を支配していた、先住民族の総称である。モスラが力を出す際に共感して、体が金色に輝くこともある。また、モスラの元へ戻る際には空中に浮遊する。コスモス一族水体の歴史や、バトラのことを人類に教える。平成モスラシリーズに登場。基本設定は初代及び、 ゴジラシリーズとほとんど同じであるが、こちらは双子ではなく明確な年齢差のある姉妹である。恐竜が滅んだ頃にはすでに繁栄していたエリアスという種族の姉妹で、身長は約12センチメートル。それぞれモル、ロラという名前がある。フェアリーに乗って移動する。彼女たちは数十年で人間の一歳分しか年を取らない種族であるため、極めて長寿である。 従来の小美人たちが、セリフはユニゾンで、衣装は揃いであったりと没個性的であったのに対し、このエリアス姉妹は、非常に個性的で、感情をあらわにしたり二人が意思を違えたりといった、かなり人間的な演出もされており、衣装も差別化されている。性格については、モルは冷静沈着で大人びているが、ロラは、心を優しく快活で感情が表に出やすく、 人間ともフランクに会話する。粘土力や小型の光線を用いることもできるほか、作中ではエリアスの一族が残した数々のアイテムが重要な役割を果たしており、デスギドラを封印していたエリアスの盾や奇跡の力を授けるというエリアストライアングルの愛、知恵、勇気のメダル、それらをはめ込む冒険などの多彩な小道具が存在する。 ガルガルに乗っているベルベラは姉に当たるが、人類を地球の癌細胞と下げすんで意味嫌っているため、地球の守護者がゆえの苦悩の末にモルやロラと敵対するに至る。作中ではモスラ3において中世代の祖先と思われる3つの発光体が3頭の原子モスラを伴い出現している。1九9三年のゴジラ VS メカゴジラでは前作、 ゴジラ VS モスラでコスモスを演じた今村と大沢が精神開発センター職員役で出演。二人同時に喋るなど、コスモスを彷彿とさせる演出がなされた。2001年のゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃では、モスラの設定自体が従来のものと大きく異なることから賞美人は登場しないが、 モスラが飛翔する姿を見上げる姉妹の姿が、小美人を連想させる。2019年の、ゴジラキング・オブ・モンスターズでは、高古人類学者のアイリーン・チェンと、リン・チェンが小美人をオマージュしたキャラクターとして登場するが、監督のマイケル・ド・ハティが、インタビューで明かしたところによれば、双子だということに気づいた人は、実は多くなかったという。ありがとうございます。